はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。今日はなんでカメラをつけたかっていうと、実は私が待ちに待っていたリップスティックが届いたんです。実はね、インスタでふと途中途中で出てくる広告みたいなのあるじゃないですか。それをこう見ていて、なんかすごい良そうなリップだなって思って入ってそのアカウントを見てたんですけど、なんとなくなんか私に似てるのかなっていう、なんかもちろん目とか全然違うけど、でもなんかすごい私っぽいって思う雰囲気の女性が、多分オーナーさんなのかな、モデルさんなのかな、モデルをしてるリップスティックのブランドだったんですけど、私は初めて聞いたブランドで、もしかしたらもう有名なのかもしれないんですけど、ですごいなんか発色とかも良さそうで、ちょっと気になるなと思って、その中のまあ私がつけてみたいなって思った2色を一応買ってみました。なので今日これをアンボクシングしてみようと思います。結構前にこのブランドを見た、初めて発見した時に同じ色をね買おうと思ったんですけど、その時にソールドアウトで買えなくって、で久しぶりにそのサイトで見てみた時に多分再入荷したのかな、それで在庫がありそうだったので買ってみました。お、私2個買ったと思ったら3個買ってました。3つの色のレビューっていうのをしていきたいと思います。はい、そしたらまず一応色味的にはこんな感じで買ってみたんですけど、最初に結構ねデイリー使いできそうで、あとはこうチークとかにも使えそうな色味だったので購入してみたんですけど、こういう風にちょっとマットな質感のケースになってて、こういうお色なんですけども、で次の色はというと、今のがヌメロっていいのかな、ナインっていうもので、こちらのものはエイプリルっていうお色です。こういうショッキングピンクみたいなすごいビビッドなお色を選んでみたんですけど、塗ってみますね。こういう色です。すごいはっきりした、こうこれだけで多分肌の色パッて明るくなりそうな、そういうビビッドなお色です。なので結構はっきりした色なので、これを塗るときは多分こうあんまりアイメイクとかせずにシンプルにリップ中心のシンプルなメイクにした方が似合うかなっていう感じです。で最後に買ってみたのは Bloody Bombed っていうボムってものなんですけど、これはもう本当にザ・レッドリップって感じ、本当にどのシチュエーションにも合うレッドリップを買ってみました。これはね多分じゃん、こういうお色です。今ちょっと私がつけてるのに近いのが2番目のやつかなって思うんですけど、はい、なので、まあ、どれも私が好きそうな色を結局選んでしまったんですけど、これを唇で発色していこうかなと思います。それでは、はい、それではヌメロ9の最初のもの、一番薄い色を唇に塗っていこうと思います。マットすぎず、何かといってこうすごいベタベタな質感でもなくて、なんか不思議、こうちょっとクリーミーだけどでも仕上がりはマットみたいな、なんか不思議な質感です。でこれはなんかチークに塗ってもいいってことだったので塗ってみようかな。で本当は多分スポンジとかで塗った方がいいのかとは思いました。塗ってみます。ちょっとナチュラルな、ナチュラルなこう仕上がりのチークになります。でこの内側にブラディーバンを乗せても可愛いと思うのね。内側だけに、結構自然にグラデーションになる感じ、感じがします。なので
こんな感じでやるとちょっとさっき唇薄すぎてなんか具合悪い人みたいなイメージになりかねるのを防げるかなって思います。なのでこういう風にグラデーションでヌメロ9とブラディボンを重ねて塗ってもいいと思います。そしたらまずはエイプリルの色をのせてみますね。エイプリルの色を塗っていこうと思います。すごい、あのね、発色がめちゃめちゃいい。テキスチャーがなんかなんていうのかな、すごいクリーミーだけどマットっぽいので、拭きやすいし取りにくいみたいな。はい、エイプリルはこんな感じです。なのでっていうかすごい私は好きです。ビビッドだけど、え、それ顔に浮いてるよみたいなビビッド感ではなくて、本当にちょうどいい。このリップを主張したくて、このリップをポイントにメイクをしたい時とか、このリップに合わせてファッションを決めたい時っていうのはすごいポイントとして使いやすい、あのピンクのリップになると思います。そしたら最後はさっきのブラディボンを単独で唇に塗ってみますね。はい、それではブラディボンを塗っていこうと思います。これは本当に無難な赤リップのお色かなと思います。はい、こんな感じの、これもすごい肌の色をこう白く、なんていうのか、明るく見せてくれる効果があると思います。なのでなんだろう、ちょっとピンクじゃないけど赤に合わせたファッションした時とか、あと本当に明かり、今日は赤リップをポイントにメイクをしようっていう日とか、あとはまあ、ちょっとそんなにアイメイクやんなかったな、でもなんか具合悪く見えるから夜出かけるのになんかリップでポイント足したいなって時とかにすごい使えると思います。はい、そんな感じの、今回はこれね、なんて読むんだろう、このブランドの名前はバイネフ、バイネフっていうもので、あのティントっていうかね、他のタイプのリップもあるんですけど、私は一応この、ソフトリップスライドっていうタイプのリップを3つ購入してみました。なのでこれが私のレビューでした。まあこれは別にあの広告とかじゃないですし、私が本当にたまたまインスタで見て気に入ったから買っただけなので、皆さんももし興味があったらチェックしてみてください。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、ミトテック。バイバイ、アンニョン。